はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年の7月にですね、再帯血移植をされた岡村孝子さんがね、インスタグラムを更新されてましたね。なんとね、テレビ出演されるという内容だったんですよ。嬉しいですね、本当に。もうめっちゃ見たいやんって思いながらね、本文をね読みましたよ。それはね、ちょっとこんな内容でした。先日、2月14日、デイ200日を迎えましたと。移植の日をデイ0と数えて、そこから時を重ねてきました。新しい命をいただいてから203日行きました。わーい。先日退院後初めて闘病についてのインタビューを受けました。退院してからなるべく自分が病気であったことをね、忘れようと自分の中の記憶のある部分に蓋をしていました。でもそろそろ、振り返る時期が来たのかなとね、入院中日記のように、メモ書きをしていたノートを引っ張り出してみました。うわー、あんなことこんなこと、私頑張ったなー。寛解が5年ぐらい続かないと完治ではないので、まだまだ不安な日は続くでしょう。でも頑張るぞ。明日フジテレビのノンストップで闘病生活の話や、現在の心境について語っています。よかったら見てくださいね。というね、投稿が2月17日にあったんですけどもね、僕もね、そのまあ18日に放送されるノンストップも見たかったんですけど、大阪ではね放送されないんですよ。なのでね、見れませんでした。めっちゃ残念です。でもね、その元気な状態でね、インスタグラムも更新されているので、すごい嬉しかったです。放送はね見れませんでしたけども、内容はねネットニュースで見ました。これまでね、ホームページやインスタグラムなどではね、入院生活を語ることはなかったようなんですけども、テレビでは結構ね赤裸々に語っていたような感じでしたね。リアルタイムで見たかったと思えば思うほど、そのね、すごい悔しいですね、本当に。悔しかったんですけども、そのネットニュースにはね、しっかりこんな内容がね書いてありました。岡村さんが、違和感を覚えたのは昨年の4月に、トークイベントのリハーサルで3曲歌だけですごく疲れたと当時のことを振り返ったと。その後に行った定期検診で血液に異常があることが分かった。急性白血病と、宣告された時はガーンというか、本当にというか、入院してからも1週間くらい信じられなくて、毎日先生に私本当に白血病ですかって聞いていましたと心が追いつかなかったようです。気持ちわかりますわ。ほんまにね、最初はね受け入れられへんというか、いや、またまたさんドッキリやろみたいな感じでこう思うわけですよ。素人でもね思うわけですよ。だから岡村さんとかだったら特にでしょうね。あとね、こんな内容も書いてましたね。そんな中、治療する覚悟をもたらしてくれたのは大学生の娘だった。私は結構ふわーっとしてしまったりしているので、その辺はしっかり娘が先生と話をしてくれたり、懸命にサポートしてくれたと、ね、初めてこんな内容を、ね、語ってたようです。そして最後にね、同じような病気で治療をしている方がいたら、諦めないで頑張って一緒に治しましょうということをね伝えたいとね、視聴者にもメッセージをくれました。そうですよね、本当にね、もう諦めないで頑張って一緒に治しましょうとね、もう僕も励まされてます、すごい。そんな岡村孝子さんはですね、最初にもお伝えしましたけども、再帯血移植をされました。そもそも移植というのはですね、造血幹細胞移植という正式な名称があって、その造血幹細胞の採取部位、採取する場所ですね、が、違うくて、それがね3つあるんですよ。
その最終部位っていうのが骨髄でしょ、で、末梢血と、細帯血の3つに分かれてます。骨髄から造血幹細胞を、ね、採取するのが骨髄移植で、末梢血から造血幹細胞を採取するのが末梢血幹末梢血幹細胞移植、そして、岡村孝子さんがされた、細帯血から造血幹細胞を採取するのが細帯血移植の3つがあります、まあ、それぞれにね利点と欠点はまああるんですけど、その患者さんの細胞の形とかね、その病気の状態、体の状態を見て先生が決めます。でもね、そのね、細胞のね形がね一番だ重要なんですよ、大事なんですよ。そのどの、骨髄移植も細帯血も、造血幹細胞も、どれでもなんですけども、そのやっぱり形が合わないと移植できないわけなんですよね。ちょっと難しい話になるんですけども、まあ、例えば、血液型が同じでも細胞の形が合わないと、先ほども言ったんですけど移植できません。でその合う合わないっていうのがね、もう完全一致が一番いいんですけども、ちょっと完全一致って何やねんって話なんですけど、まあ、ちょっと続けますね。その親子や兄弟といったその血縁関係であっても、その、ね、4分の1しか合わないというのがあって、それがまあ現実なんですよ。しかしここでその骨髄バンクというのがねあるんですよね。でそこで細胞のあるドナーさんを探して、都合をつけてもらって、ドナーさんにね都合をつけてもらって移植の段取りを組んでもらうんです。まあ、これ以上続けたらちょっともっと難しくなってきますので、ちょっとこれぐらいに止めときますけど、そのね親子や兄弟よりも細胞が合う人がね骨髄バンクにはねいているということなんですよ。まあ、すごいことですよね。中にはねなかなか合わなくて、ドナー待ちっていう状態が続くと見てるんですけども、まあ、僕は運よく骨髄バンクでドナーさんが見つかってですね、まあ、小血管細胞移植をしてもらいました。まあ、その僕の、ね、体の状態ではですね、その末梢血管細胞移植がね望ましかったみたいなんですけども、そのね末梢血管細胞移植っていうのはですね、他の骨髄移植と細帯血移植に比べるとですね、その移植後の GVHD 移植変態縮小病というね、分かりやすく言うと副作用なんですけども、それがね一番多いんですよ。多いっていうふうにもう資料にも書いてあるし聞かされてたんですよ、ね、きっとそういったその移植後のこともね考えて決められたんやと思います。まあでもおかげさまでね、今でも長いことその GVHD にはね悩まされてます。まあそのひどい症状の頃から比べたら、まあ少しずつはねマシにはなってきてるんですけども、そのね、GVHD に耐えれるとでも思われてたんかなってね思うんですよね。もうヤスがまだちょっとね若いから、からでも、ね、病気やけどまだまだ若いから体力もまだあるやろうから、末梢血管細胞移植の GVHD に耐えてもらった方がええわなみたいな的な感じで思われたんかなと思いますけども、それちょっと置いといてまあいいですわ。まあでちなみに岡村孝子さんがされた細帯血移植っていうのは、その GVHD はね急性もやや少なく、慢性も少ないというデータが上がってきています。あ、その GVHD の副作用にはその急性 GVHD、 慢性 GVHD っていうのがあって、骨髄移植を細帯血管細胞移植をしてから100日、移植をしてから100日経って、移植をしてから100日までに起こる副作用を急性 GVHD で、100日以降に起こる、GVHD を副作用を慢性 GVHD と言います。うん、でそのね急性も慢性も比較的少ないというデータが上がってきているんです。これはね、そう非常に僕からしたら羨ましい限りなんですけども、まあ、そればっかりはね先生が決めることなんで、まあ、何とも言えませんけども、まあそういうのがあって、まあ、テレビ出演もねできるほどにね回復されてたんだと思います。いや素晴らしいことですよね、ほんまに。で、まあ、ちなみになんですけどね、今日報道ステーションで、今日は2月19日ですね、報道ステーションでね、池江璃花子さんがですよ、テレビ出演ねされる予定みたいですよ、ほんまに。これはね、みんな飽きませんよね、もうほんまにね。池江璃花子さんもそのインスタグラムで発表してましたんで、
あのね、この出ますって言ってね、ストーリーにも上がってたし、普通にその投稿にも上がってたんで、もう僕はね絶対にね見ます。報道ステーションは全国放送なので、大阪に住んでる僕にもチャンスがありますんで、あの池江さんのね映像をね楽しみにしております。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。